皆さんどうもこんにちは。本日も緑の仮面の続きからやっていきます。前回スグリとの壮絶なパートナー権利争奪戦があったのよね。そして結果バトルに勝ったオプ主は、オーガポンを捕まえることになったんだったな。どうにも素直に喜べないんだけど、オーガポンをゲットして、スグリの分まで可愛がってあげようと思います。でも肝心のオーガポンが簡単に捕まってくれなさそうなんだけど、しっかりお面を装着してるな。さあかかってこい、ゲットしてみろポニー。かまどの仮面のオーガポンってことは、もしかして4種類全部倒さないとダメとか？これは長期戦になる予感しかしません。ちゃっかりテラスタルもできるのね。お面のクリスタルが影響しているのか？お面をテラスタルさせちゃった。これが本当のオーガポンの力。お面が戻ってきたことで、本来の力を取り戻したんだろうね。この力があればトモッコなんか怖くもなんともないわ。暁、くれぐれも用心して戦おう。何あの激怒顔、怖すぎてなっとん。お前の顔面も同じようなもんだぞ。やってくれるじゃないのポニオ。こっちもお返しだ。サザレさんのガーディーみたいに簡単にゲットにしてくれ。ポニオはバトルが好きなのかもしれないわね。ごめん、怖すぎるから帰ります。暁がもうやられちゃったわ。よっぽどあのお面が怖かったのかも。よく頑張ったよ。あとは他のポケモンに任せろ。ポニー、ポニーはダメだって。つぼみ、レベルだけは高いんだな。耐えろ、耐えるんだつぼみ。こわ、顔面で威嚇してくるのなしでしょ。大丈夫、顔だけだから。出落ちはくだよね。つぼみちゃんにはあの強烈な一撃は重かったか。こっちもテラスタルで行くしかない。さすがの威力だぜ。ようやく1個目のお面を撃破。ポニオ、遠慮なく次のお面でかかってこい。確かこれは井戸の仮面だっけか。おそらくタイプチェンジしてるわよね。さすがは伝説の鬼様、さらっととんでもないことしてくる。どうもオイラとじゃ相性が悪いな。脳筋テラバーストで吹っ飛ばせないかな。攻撃値伝えてないからどうかしらね。筋肉の問題じゃないと思う。いっけー、脳筋テラバーストー。見えるわ、お面が吹っ飛ぶ未来が。脳筋が通用しなかった。私が見た未来は何だったの。ただの妄想だろ。攻撃値が倒れてしまったので、ここはリンゴさん2に頑張ってもらいます。え、めっちゃ効いてない。すごいわ、相性バッチリ。あと一発で倒せそうね。リンゴの新たな可能性の扉開けました。くらえ、水雨ボンバー。これ地味に嫌な攻撃よね。ベッタベタの雨で精神的なダメージもすごそう。リンゴさん2の活躍により井戸の仮面を撃破。さあ3つ目のお面出てきなさい。余分じゃなかった。これは石杖の仮面って言うんだな。リンゴさんの技の相性はいいんだけど、残り体力がちょっと不安。うわぁ、下コンボをやめてー。つぼみちゃんが一撃で落とされた技。攻撃力がおかしいんだよな。一旦回復させてメンバーを整えよう。リンゴさんを回復させて再び活躍してもらうわ。今度こそ攻撃を食らえー。え？ワンパン。リンゴさんすごいわ。いよいよ次で最後のお面だね。最後はおなじみのこのお面だな。テラスタルでなんか凶悪度が増している気がするけど、最後は攻撃地に戦ってもらいましょう。よっしゃー、効果抜群で大勝利。壮絶な戦いだったな。ほんと、危なかったよ。これでポニオはパートナーになるのよ。ようやく力を出し切ったみたい。オーガポンを捕まえるなら今よ。ぴったりなボールでゲットだ。これでいろんなところに一緒に冒険に行けるわね。もう寂しい思いをしなくてもいいんだぜ。やったー、オーガポンゲット。みー、やるじゃん、大したもんね。ありがとう、なんとか勝てたよ。スグリ、なんだか申し訳ないことしたな。私じゃなくてスグリが最初にオーガポンに出会っていれば変わったのかも。俺、みーみたいに、なりたかった。うわぁ。あ、スグリ。なりたかったって、なんて声かけたらいいか、どうしたらいいんだ。ムカつく。あんなの気にしなくていいから。でも、あのまま放っておいたら。勝った方がって、自分で言ったんじゃん。あたしたちも、帰ろ。最初の頃のワクワク林間学校は一体どこに行ったの？まさかこんな泥沼地獄のような林間学校になるなんて。もやもやするよな。次の日、ゼイユニとモッコプラザに来るように呼ばれました。結局昨日はあのまま帰って、スグリのことは解決してないわ。ゼイユと一緒に何かできたらいいけど。なんか改まってゼイユと話すの緊張する。みー、昨日、すごかったね。このお姉ちゃんの優しさが身に染みる。お面取り戻したい派、これにてお役御免かな。確かに目的は達成したしな。
寂しいけどね。すぐは、帰ってからずっと、部屋に引きこもってる。このままずっと塞ぎ込んじゃったらどうしよう。心配だよ。うん。あ、ミーが責任感じなくていいから。いやいやいや、申し訳なさしかない。もともと私がオーガポンのこと、秘密にしようって言ったからだし。そうか、そこからすぐりは疎外感を感じたんだったわね。すぐもさ、ジミーに、プライド高いの。疎外感とか勝たないといけないとかいろいろ頭の中がごちゃごちゃになっちまったのかもな。すぐじゃないけど、私もオーガポンのこと、大好きになっちゃった。だからさ、あんたとオーガポンと勝負させてよ。勝負？勝負？この村じゃとりあえず勝負みたい。やるしかない、やってやるー。皆さんどうもこんにちは。冬の乾燥と戦ううぷ主のミーです。いつもの美人ミコレイムちゃんだよ。いつものまともなマリサだぜ。ということで今回もダラダラ始まりましたけど、二人は最近何か変わったことはある？静電気でマリサの髪がブワーってなっててめっちゃ笑ったね。仕方ねえだろ。ねえねえもう一回やってやって。できるかー。こんな感じだったんだよ。了解かよ。それじゃあ今回はワックシリーズに、あの超大物が登場したから実況していくわよ。こんにちは皆さん。私の名前はトランプップ。決してズーラ星人ではありません。自分からズーラ星人って言ってるようなもんじゃねえか。あ、この前手術したトランプップだ。今気づいたの。ブライトになれたからみんなと今日は話そうかな。ブラブラブラ。え、これはヒゲだよ。いやマジだって。ちょっと髪が不審な動きをしているんだけど。やっぱ被ってたんじゃないか。じゃあ、取れちゃった。私の存在を否定しやがって。しかも喋ったー。そもそも私が本体だろ。そんなわけない。このズーラの勝利。どっか行っちまったぜ。トランプップのことを狙う人はたくさんいます。彼らもまたその一人でしょう。おいトランプップ。ん、なんだなんだ。ズーラ星に返してやる。うわー。こうしてトランプップはズーラ星に返されました。うわー。私も地球侵略の夢だ。これで脅かされることはなくなったんだぜ。はあ、さっきは危ないところだった。この野郎戻ってきた。まったく、私はどこにでもいる清い地球人だ。あら、本当に清いのかしら。おばちゃん誰だ。く、ズラみたい。ズラズラズラ。ズラにズラって言われたくないわよ。ズラズラズラ。オラー。むきー。オラオラおばちゃんの勝利。おととい来やがれ。トランプップはすごく弱いです。おばちゃんが強いんだろ。今日はいろいろなことが起こるな。きっとボディーガード連れてくるの忘れたからよ。みんなチャンスだと思っているんだね。いって、なんだ、でかいどんぐりか。アメフトのボールだろ。なんでこんなものか。はらー、トランプップさんマジ大ファンなんです。え、トランプップレピー。俺も大ファンなんですよ。ここだここ。そうそう、その1。愛が重いずら。俺大人気ずら。いやー、人気者は辛いわねー、重さでな。この前原宿をブラブラしてたらさ、クソ竹帽子かわされたんだよね。まあすごい気に入ってるからいいんだけど。何そのどうでもいい演説。みんなも気をつけた方がいいからね。あ、いい帽子あるんだけど買う人いない。言ったそばから売りつけようとしてるぜ。パッカパッカ。馬。おいらが今日から偉い人になる馬。させるか、馬は選挙も何もやってないだろ。ケチなこと言うな馬。何やってんだ。ダメったらダメなんだよ。シーン。ホームラン。こうして馬が大統領になりました。それもそれで問題だぜ。最近心臓を金の心臓に取り替えたんだけどさ、なんか一層輝いて見えない。見えない。あと最近熱々のステーキを顔に乗せて、パックするのがマイブームなんだよね。何かに目覚めたようです。トランプップさん、今一番何がしたいですか？やっぱステーキパックかな。大丈夫かこいつ。なんだ、馬の次は鳥か。大統領になりましたわしです。そう。私は被っていません。私がいればもう安心。おいこのズーラ星人、よくもやりやがったなぁ。お助けすなぁ。トランプップさんここで退場です。こうして大統領はわしになりました。馬もわしも大問題だ。戻ってきたぞ。トランプップはこの上司と同じくらいしつこいです。おいおい今度はゾウだ。パオーン、パオーン。なんかうるさいな。はぁ、ゾウ。美味しそうなの乗っけてるぞ。おいまさかお前。いただきまーす。あぁ。もぐもぐもぐ。私の姿だ。ゾウだけに重いぞ。もっと座ってやってくれ。今度はゾウが大統領になりました。異常な動物率。
もう動物はこりごりだ。そんなトランプップのためにこんなものを用意しました。なんだ、クリスマスプレゼントか。ちょっと早いけどね。これか。いやいや、これだけじゃないよ。一体これは何なんだ。うわぁ、ドアぁ、どうなってる。メリークリスマストランプップ。あらお部屋、牢屋だよ。牢屋ぁ、牢屋ぁ、どっかで聞いたことある声じゃねえか。使い回しだね。さあ、なんとか脱獄できた。ねえねえ、なんでトランプップの指は4本しかないの。これがズーラ星人の最大の特徴なのよ。決定的証拠だな。宇宙パトロールだ。お前は宇宙法律第251条、被り物を隠すなに反するため宇宙へ強制送還させてもらう。やれるもんならやってみろ。嘘ご苦労。どうせ速攻で戻ってくるだろうけどな。ただいま。トランプップを壇上から引きずり下ろす方法はあと3つだよ。そうねえ、他に何かあるかしら。この使っているマイクが怪しくねえか。怪しくないよ。怪しいな。へいへいへい。ちょ、マイク、お前か、悪さしてるってのは。牛を何頭も連れて行きやがって。牛はやー、綱引き、よいしょ、よいしょ、よいしょ。さあ進めー。牛を盗んだ犯人と間違えられ豚にされました。散々だな。こっちかー。帰りました。私はここに何しに来たんだっけ。本来の目的忘れてんじゃねえか。あ、そうだ、みんなとなんか話すぞってことだった。もう散々話しただろうからいいよ。そうよそうよ、もう満足でしょ。お前さっき宇宙に連れて行ったのに、またな、何しやがる。お前は脱獄常習犯だからな。いや、人違いっすよ。こんなやつそうそういねえわ。そんなことしてみろ、お前を。だぞ。何言ってんだ。なんだからな、わかった。ご苦労。綺麗に場外ホームラン決まりました。いやー、すがすがしいな。さあ残すところあと1個になりました。こいつも本当に懲りねえやつだぜ。ここまで戻ってくるとはある意味すごいわ。さあ最後はどこにあるのかしらねー。あの雲ひげみたいな形だぜ。これで最後よトランプップ。ああ、雲から光が差しているよ。誰か降りてきた。トランプップのお父さんだ。トランプップこっちへ来い。まったくお前はどうしてトランプップなんだ。そんなこと言われても。大体お前は宿題やったのか。そしてテストを見せなさい。ただいつの話だよ。まったく悪い子はこうしてやる。いやー、ご勘弁、ちょパパ。こうしてトランプップはパパに連れて行かれ、最終的に大統領はわしになりました。よろしく。